こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、いくらのせ明太クリームオムライスを作りました。めちゃくちゃ美味しそうですね。こぼれいくらが乗っています。明太子もたっぷり使っています。じゃあ作り方いきたいと思います。材料です。お米、明太子、玉ねぎ、にんにく、ベーコン、卵、昆布茶、コンソメ、小麦粉、牛乳、バター、いくらです。で、玉ねぎはみじん切りにします。ベーコンを切ります。ベーコンは短冊切りですね。じゃあ明太子は中身だけを取り出します。はい、ベーコン、玉ねぎ、にんにく、コンソメを入れてちょっとひと混ぜして普通炊飯します。明太クリームソースを作ります。バターを低温でゆっくり溶かします。溶けきったら小麦粉を入れます。そしてなじませます。バターがちょっと足りないかなと思ったら調節して足してみてください。で、牛乳を少しずつ加えます。ホワイトソースの素ができました。で、ここに明太子を入れます。混ざったら昆布茶を入れます。はい、じゃあオムライスの卵を割ります。20個割ります。割りほぐします。牛乳を加えます。で、混ぜます。はい、卵を焼きます。油を少し多めにひいて、卵を焼いていきます。卵を盛り付けたら、さっき作ったたらこソースをかけます。じゃん、このいくらをのせます。おお、すごい。豪華ですね。で、大葉を飾ります。そして最後、たらこをのせます。はい、完成です。じゃん、完成です。めちゃくちゃ美味しそうですね。いただきます。お、墨も来たね。はあ、このいくらめちゃくちゃ美味しそうですね。最高でございます。超美味しい。この明太の風味とこのいくらの風味がすごくよく合ってますね。舌で押すといくらがポチッと弾けて、中からいくらの汁が出てきてめちゃくちゃ美味しすぎます。今日はここに来ているね。ご飯もいい感じに味がついてて美味しい。いくら万歳。でもいくらっていいですね。ちょっとのせるだけで豪華で手が込んだ食べ物を作ったような感じになりますね。ああ、明太子大好きなんですよ。美味しいですよね。白ご飯ね、明太子でマジ美味しい。小さいプチプチと大きいプチプチが口の中で踊っています。今日のドリンクはこれです。紅茶家電から出てるんですね。クラフティーコロコロ果実のフルーツティー。美味しそう。果実入ってるんですよ。私結構フルーツティー好きなんですよね。マンゴーとイチゴとオレンジですね。あー、美味しい。なんかゼリーみたいのも入ってますね。これは卵オールスター大集結ですね。明太子とイクラと鶏の卵。炊き込みに使ったベーコンもいい仕事をしています。グッジョブ。そういえば私ね、最近Netflixのドラマでラチェットっていうのを見てるんですよ。なんかカッコの巣の下でやったっけ、カッコの中頃、いやカッコの巣の下、なんかあれに出てきた看護婦長にスポットを当てたドラマなんやけど、私カッコの巣の下でを見たことがないんよね。ジャック・ニコルソンさんが主役やけ見たいけど、配信に入ってないやつマジ見れないですね。とかに行ったら借りれるんやけど、今度見たいなと思っとるんやけど、今見てないんやけど、でもラチェットをそれ最初それ知らんで見始めたんや。でも面白い、なんかどうなるんかなとか思って見始めたら止まらないです。芝居じみた感じが逆にいいです。見やすい。コメント欄で私もラグドールを買ってますっていう人がおって、でも多分外国の人で翻訳を使っとるんだね。で、なんかおとなしくてとても低燃費な猫ですって書いてあった。いいですね。私と逆だね。で、皆さんこれにね、海苔をかけても美味しいんですよ。ほほほー、うん、海苔の風味も変わって最高です。なんで食べないのにこうやって見に来るのかな、興味があるんでしょうね。でもうちの子たちは食べないから安心です。たまに外生クリームとかを舐めようとするけど、メルがロンが野菜がの一口いただきます。完食です。ごちそうさまでした。いくらのセメンタイオムライス、とんでもなく美味しかったです。で、こちらのフルーツティーもね、すごく美味しかったです。おすすめです。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイート&スマイル。皆さん、うがい手洗い、マスク、ソーシャルディスタンス、しっかり対策して毎日楽しく過ごしましょう。バイバーイ。